どうも皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。今回は前からやりたかったこの企画、オール中断道打線でリアタイをしていきたいと思います。これをね、結構前からやりたかったんですよね。で、いきなりですが、単刀直入に中断道が強いのか弱いのかを答えるなら、まあ、普通と答えます。中断道ですね、まあ、当たれば打球は飛ぶし、ホームランもなんなら打てます。ただパワーヒアアーティストに比べるとパワーが劣る選手が多く、打球が上がりにくいので外野フライや内野へのライナーになりやすいのも中断道の特徴です。なのでリアタイではあまり見かけないですね。どう考えても中断道よりパワーヒーアーティスト、高弾道、ラインドライブの方が使用感が良くなるので、まあ、やっぱりね、そこら辺の弾道と比べると使われにくくなります。で、今回のオーダー紹介を軽くしていこうかなと思うんですけど、自分のボックスを漁って所持している中断道の選手、まあ、何人ぐらいいるかなと見たところ、全部で15人くらいしかいませんでした。ただ15人の割には結構いいオーダーが組めたと思います。全体的にですね、守備も良くて打撃しても悪くない、そういった選手を集めたので、まあ、個人的にも悪くないオーダーだと自負しております。まあ、あとあれですね、青木選手、鈴木大地選手、甲斐選手、ベストナインタイトルホルダー第1弾で獲得した3人の野手もたまたま全員中断道だったので使ってます。特に鈴木大地選手はリアタイ初使用なので楽しみですね。もう早速やっていきたいなと思います。どうぞ。それではやっていきたいと思います。で、なんだかんだ気づいたら39連勝してますね。まあ、なんか大型連勝中にやるような企画ではないのかなと思うんですけど、まあ連勝はね、いつでもできるので、もう今回は思い切ってやっていきます。まあ、目標は1本ホームラン打つことですね。まあ、誰かしらでホームラン打ちたいです。おー、ナイスボー。で、 A ランクの大野選手でしょう。まあ、S ランクじゃないんで当たれば結構飛ぶかなとは思います。さあ、ワンスリー、ここはもうね、ツーシームで来るでしょう。狙います。よし、あー、やばい、変化量マイナス1だった。さあ、先頭出塁することができず。で、2番菊池選手ですね、広角出てるのは結構いいかなと思います。菊池選手はね、個人的に中断道の中で結構打ちやすい選手ですね。いやー、長打警戒、長打警戒引かれるとちょっときついかな。長打警戒引かれると、まあ、普段ならね、外野の頭を越える打球が結構ライトライナーとかライトフライとかになりやすいんで。さあ、これどうでしょう。あ、入った、あ、入った、入った。今長打警戒引かれてるから、外野の前に落としましょうとか言おうと思ったんですけど、念願の青木選手でホームラン打てましたね。で、初使用の鈴木大選手です。鈴木大選手は特能がいい感じで出れば結構、あ、やばい、能力は上がりますね。ちょっと1点しか取れなかったので2回の表頑張ります。で、守備陣こんな感じ、悪くないですね。よく使われている中断道の選手はいるかなとめっちゃね、考えてたんですけど、まあ1試合丸々使われてる選手っていうのはやっぱりあんまりいないかなと思います。個人的に中断道で一番見るのは、横浜の TS で登場している石井拓郎さんかな。石井拓郎さんは結構1試合ね、丸々ショートで使ってる人多いんで、まあ、石井拓郎さんが一番中断道で1試合丸々使われてるのかなと思います。他にもね、中断道の選手見かけるんですけど、まあ、菊池選手や甲斐選手のように、まあ、守備がいいね、中断道の選手を守らせておいて、まあ、代打を出すケースっていうのが圧倒的に多いので、やっぱり1試合丸々通じて使われてる選手っていうのは少ないかなと思います。まあ、甲斐選手も菊池選手もですね、打ちやすいんですけどね、まあ、打ちやすいけど、やっぱり代打にパワーヒッターやアーティストがいたらそっち使うよねって話なんで、まあ、結局そこのね、弾道の選手と比べたらやっぱり使用感は変わってきます。まあ、そこはしょうがないとこですね。さあ、ナイスボー。ここゲッツー欲しいな。どうしよう、このカットボールでセカンドゴロが理想。いやー、完璧に持ってかれた、やばい、逆転された。まあ、逆転されたけどね、ちょっと表5点ぐらい取りたいですね。目標の1本塁打は達成したので、ここはしっかりと抑えたいんですけど、またヒットを打たれていく。さあ、これはセカンドライナーですね。さあ、あと1つ、あと1つ、これ振ってくれ。よし、ボール球で取れますよね。よしよしよし、じゃあ逆転していきましょう。さあ、5番栗原選手、なぜか知らないけどね、満塁男持ってる選手結構多いんですよね。
栗原選手と鈴木大地選手と、まあ、他にも誰かいたはず、テロップ出しておきます。ちょっと今思い出せない。長打警戒引かれているので、まあ、ファーストの頭越すことを考えるか、こんな感じでね、外野の前に落とすような打球を打っていければなと思います。だからね、中弾道とか、まあ、低弾道グラウンダーもそうなんですけど、その高弾道パワーヒッターアーティスト、そういった選手を使うような打ち方ではダメです。いい当たり捉えちゃうと結構ライトライナーとかなりやすいんで、まあ、思いっきりねこんな感じになるんで、まあ、もうちょっとわざとその引っ掛けて打ったり、まあ、タイミングを早くして、まあ、レフト線とかそこら辺を狙っていくような打ち方をしていかないといけないですね。だからバカ正直に打ちすぎると結構外野フライ外野ライナーにはなりやすいです。個人的に中弾道で結構ホームランが打てるのが甲斐選手なんで、ここちょっと1本狙っていきたいな。3ボールですが、ちょっと振りに行きます。さあ振りに行こうと思ったけどフォアボール。さあアベレージヒッターを持ってる大島選手ですね。とりあえずここは同点にはしておきたい。さあ 1-3 ですね。結構カウントを悪くしている、まあ、2連続フォアボールはないと思うので取りに行きますよね。いや、またライトライナーやばい。もうちょっと早く振らないといけないか。今宮選手も結構ホームランが打ちやすい。ここでちょっとホームラン打ったらかっこいいよ。ただ長打警戒引いてきましたね。よし、あー早いか。まあ、でも気持ち早く振った方がいいですね。早くなりすぎて打球が上がらないと結構サードライナーとかにはなるんですけど、まあ、それちょっと覚悟した上で打っていくのが一番いいのかな、理想なのかなと思います。あー入ってるのそれ。いやー落ちる落ちる、センター、まあよし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 、よかった、長打警戒でよかった。今定位置だったら絶対センターフライですね。これは相手のシフトがあだとなりましたね。よかった。さあ大魔神、これフォークすくい上げたらワンチャンホームランあるぞ。集中します。勝ち越しては置きたい。いやー行ってよかったかな。いやーボール球か。あーよかったよかった、抜けていった。さあボール球を打たされましたが、おー強い。これだけ出るとやっぱ菊池選手強いですね。よし行ったんじゃないこれ。よっしゃ満塁ホームラン打てた。めっちゃ気持ちいい。これも最高、めっちゃいい感じで打ててる。土壇場の勝ち越し満塁ホームランはやばいですね。ちょっと狙い通りでした。やば、めっちゃ気持ちいい、テンション上がる。まあ、なんかこうアーチストとかパワーヒーの選手でホームラン打つよりも何倍も嬉しいですね。あ引っ張っちゃった。もう正直大満足ですね。ホームラン1本打つことが目標だったんですけど2本打てたし、まあ、もう1試合やっていくんですけど、まあ、結構取れだけは十分ですね。いやーよかった、めっちゃ気持ちよかった今のホームラン。やばい、めっちゃ久しぶりになんかこう実況でテンション上がってるかもしれない。あーでもこれちょっと油断してるとこれ打ってきそうですね。相手の方結構バッティングいいんで、これはちょっと気を引き締めて投げていきます。さあこれはショートゴロですね。まあ、守備は結構安定してると思うので守備の面では大丈夫だと思います。で皆さん、中弾道でかなり珍しい特能をつけたらパワーヒッターになる選手って知ってるでしょうか。まあ、前からやってる人だったらね知ってる方も多いと思うんですけど、2016年シリーズ2から2017年シリーズ2の山田哲人選手っていうのは、元の弾道が中弾道で特能でパワーヒがある、まあ、結構珍しい選手でしたね。あーやばい、めっちゃボール球振らせてるのに落ちるなこれ。さあ宮西選手登板です。あー、タイピン出なかった。で特能でパワーヒッターっていうのは、その特能をレベル1でも上げさえすれば弾道がパワーヒッターに変わります。そういった特能ですね。なので元の弾道は中弾道なんですけどパワーヒッターに変わるという、他にその中弾道から特能でパワーヒッターになる選手ってちょっとパッと出てこないんで、もしかしたらいるかもしれないんですけど、もう本当に珍しい選手でした。ただなんかね、やっぱりその元が中弾道のせいか打球の飛び方はなんかいまいち良くなかったような記憶があります。まあ、だいぶ昔なんでね、あの記憶が曖昧なんですけど、なんか他のパワーヒッターに比べるとなんか打球が上がらないなっていう、なんかそんな感じはしましたね。さあこれはちょっと歩かせましょうか。タイピン出てから投げたいし。さあタイピンが出ない、変えましょう。来ましたモイネロです。もう最近なんかずっと使ってる気がするけど、モイネロ使うのすごく楽しいんですよ。ここは引っ張りにして、もう安定の外すら、もうここ大好きです。おーナイスボー、手出にくいよね。でサークルチェンジ、おいしょ、曲がります曲がります。このサークルチェンジでとどめです。
うお、振らない、マジか、そこ振らないんだ。どうしよう、なんか縦スラワンチャンホームラン持っていかれる気がするから、もうストレートでいきます。フライストレート、普通にこれ追いつかれてない、これちょっとヤバくない、追いつかれましたね。さあタイピンが出ない、変えましょう。ちょっとここギャレットでガチで抑えに行きます。負けたくない、あんなにいいホームラン打てたのに、あんなにいいホームラン打てたのに負けるなんて、ちょっと嫌よ、それはちょっと怖いですけど、外角のツーシームから、うまい流し打ち、あーよかった、正面、延長行きましたね、これものすごい打ち合いになってますが、もうこれは1試合で終わるかな、動画の尺的に。ただこれ、お強い鈴木大地さん、これ強制したいな、ここから8点取ったら嬉しいな。ちょっと点取るまでは集中させてください。そろそろスタミナが切れてくる頃かな。いやー引っ張っちゃった、もうああいうの引っ張っちゃう、流さないといけないんですけど、いやー今のは流したかったな。そうですよね、いやー惜しいな、今フェアゾーンに入れてたらワンチャンあったかな。さあこれは飛ぶでしょう、さすがに。おーよかった、抜けていった。さあここからですね、で結構ね広角持ってる選手っていますね、菊池選手、栗原選手、亀井選手も持ってるし、割と中段道でも広角持ってる選手はいます。いやーちょっとスタミナ切れてきてるかな、フォーク7の落ち方じゃないですよね。もうよく見た、よく見た、よし入ったんじゃないこれ、はい3本目、はい3本目、もういいですね、もう普通にホームラン打ててるってことが結構証明できてるんじゃないかなと思います。いやこの調子であと1本欲張っとく、いやーうっそー、今流せてないの、今カーソル合ってないか、そっか、ちょっと4点差だと怖いですね。よしうまく流せた、あー遅いか、ちょっと今日流しの調子いまいちですね。いやボール球だけどなんとかヒットでつないでいく、6点差は広げときたいですね。ダメだ、ちょっとフォークの流しのタイミングが悪い。よしストレートは流せます。さあ1番まで回ってきました福本さん、こうねヒット出てて満塁ホームランとかだったらもう発狂できますけどね。いやボール球落ちて落ちて、ワンチャン落ちて、無理ですね。いやーボール球振っちゃった。配球が雑になるかもしれないんですけど、喋りたいことがあって、元は中段道だったけど今は違う主な選手っていうのを話していきたいなと思います。あ抜けていった、これちょっとまずいかもしれない、まあ、有名どころで言うと秋山翔吾選手も元は中段道でしたが、2018年シリーズ1から高段道に変わってますね、まあ、あとは OB でねよく出ている古田さんも2017年までは中段道だったんですけど今は高段道に変わっています。であとはTS とかねセレクションで登場している、鳥谷隆選手も前は中段道だったんですけど2019年の TS からラインドライブに変わっています。だから結構ね中段道から高段道ラインドライブになる選手っていうのは多いですね。これ振ってくれ、これ振ってくれ、サードゴロ、ボール球、これゲッツ欲しいよ、あゲッツ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 、ストライク入ったけど、あよかった、これはでかい、このゲッツーはでかい。で弾道がねなんか変に変わりまくった選手もいて、それが、横浜にいる宮崎選手ですね。2017年シリーズ2までは中弾道だったんですけど2018年シリーズ1に、ラインドライブに変わって、その年2018年シリーズ2になぜか高弾道に変わっています。なんか1回ラインドライブを挟んでから高弾道っていう時期があったんですよね。それも結構面白い。さあこれは詰まって取って取って取って、あーよかった。はいということで2試合くらいねやる予定だったんですけど延長に入って長くなったのでここで終わりたいなと思います。結構面白い打ち合いでしたね。個人的にはもうホームランも3本打てたしもうめちゃめちゃ満足してます。まあ、中段道でホームラン打てるということは見せられたかなと思うんですけど、まあ、動画の冒頭でもですね言った通りどうしてもアーティストやパワーヒッターの選手とかに比べると打ちにくくなるのであんまり使われにくいっていうのが現状です。で試合中も話した通り中段道の選手っていうのは結構弾道が変わるんで、まあ、今ブレイク中の栗原選手や大城選手っていうのは来シリーズ以降高弾道とかラインドライブに変わる可能性っていうのはあるのかなと思います。とにかく今日の動画は楽しかったです。またね他の弾道でもこういった企画やっていきたいなと思います。この動画面白かったよという方はぜひチャンネル登録高評価お願いします。それでは皆さんさよなら。